ね、人が入って、結構詰め詰めで座ってもらって、横に入って、線から出てきた。ってことこれ、来てるエンドです。映像ですよね。はいはいはい、ちょっとだけ、ちょっとだけ、この、だって。皆さん瞬きしちゃダメですよ。びっくりしましたよ、これ出すことになって。はいはいはい。で、これで、お上司が、はいはい、ホールドアップ、ホールドアップ、はい。ここら辺はね、本当にグランドゼロですよ。で、はい、情報を聞き出して、ここからです。はい。来ました。はい。お待たせしました。布団回収。布団回収。出ました。はい。で、こういうのですね。あって、なんか遠くの方に腹が出てきた。全然目が立ってない。仲間に見えるそうです。こっちも見ている。羊がね、こっちが出てくるんですけど、あ、下に行く。ガロッ。で、羊さんも、はい、行ってらっしゃいと。ねこれ羊の声がいいですよね。羊です。羊だよね。え、ヤギです。ちなみに、ね、体羊っぽいんですけど、ヤギです。あ、そうなの、はい、ちなみに僕、あの羊同士のヤギ座です。すごい情報ですね。ノックね、ノックね。これ、皆さんが気になってた。はい。新型ノックです。で、壁叩きに変わる。おびき寄せて、で、これまた新型 CQC。はい、壁を使った CQC ですね。これあの壁叩きは実際に なんか名称はついてるんですか？まだね、名称ついてません。お開発名称で自主広告だけ。あれ、村上さんだけ最初でね、これ盛り上がってたのが、僕があの